どうも。はい、どうも。こんにちは。はい、今僕たちどこに来てるか分かりますか？どこだろうね、うん、ちょっとこちら映してください。はい、はい、あ、見えましたかね。ここの石も映してもらっていいですか？石ここ、はい、どれ？あ、ここに書いてある。こいつね、こいつ、はい。ちょっとカメラ、カメラ、ごめんね、俺が今棒持ってるからずっと俺が出てくる。俺入れて難しいよ、難しいよ。はい、まあまあまあ、これ見ていただけばわかるんですけどね。はい、ね、ここですね、はいはいはい、ここ、はい、建物の名前ね、これ、はい、これ、そうです、大谷資料館。違うわ、はい、大谷資料館だわ。ロサンゼルスエンジェルスのね、大谷翔平を、はい、いろいろね、記念して作られた資料館みたいです。誰が二刀流なんだ。やっぱり、ね、あんだけすごい成績で残すとね、うん、もうこんだけすごい資料館できるんですよ。そうね、すごいよね。はい、これね、うんうん、これ周りもね、ぜひ見せたいとこなんだけどさ、うん、もうなんか別世界だね、ここね、うん、うん、はい、ということでね、僕ね、すごい大谷選手すごい好きなんでね。まだやんのそれ。まだやんの、ね、もうよくない？普通に紹介しようよ。なんなんですか、大谷資料館って。俺で聞くの？ここで？いや、まあ僕もよく分かってないですけど、よく分かんないです、はい、はい、なんか遺跡発掘現場、うん、なんかの、うん、だったよね、うん、はい、なんか坑道が中にあって、はいはい、わ、おしゃれだねっつって、うん、撮影とかでもよく使われるようなそんな話も聞いたんでね、うんうん、まあよっぽどいいところなんじゃねえかなと、うん、いうことだったんで来たよと。大谷翔平じゃないんですね。違うんだよね、うん、全然違う。今初耳だもん、うん、カラコの口からそう言われたの初めて聞いたの、うん、じゃあ帰りましょう。帰るのかい。帰んねえよ。行きましょうか。じゃあ行きましょう、うん、はい、行ってみます。はい、行ってきます。おお、地下坑道ですって。はいはいはい、雰囲気ありますな。おお、すごいね、こんな感じなんだ。はあ、これ伝わるかな。こう天井も結構高さあってさ、うん、なんかエジプトみたいな神秘的な感じしますか。はい、ここやん。エジプト行ったことあるの？あれですよ。あ、そうだ、行ってたの。2週間行きました。2週間。じゃあここはエジプトですね。エジプトにいます。すげえ。お、お、お、見て、これすごいっすね。すごいね、これね。うん、これ普通に絵になりますよね。絵になるね、うん、はぁ、あ、面白い。なんかミュージックとかちょっと流れてる、うん、あ、でもちょっと明るさ足んなすぎてちょっと全体は見えないかな。よし、ちょっと撮ってみようかな。結構奥まで続いてるよね。どうしたの？採石場だから石をくり取ったわけだよね。どれをどう？おうおうおう、はい、こう、へえ、もう切って切って取って運んでって。何これ、なんか動画全然つんない。なんか怪しい人影みたいになっちゃってるけど、あ、この奥に見える大きな岩の前でビーズのメイで松本さんがギターを演奏していたそうです。ここ、私なんかちょっと神秘的な感じがするよね。で、あの名曲メイが生まれたんですよね。そういうことな。あのビーズ3本、メイ、ジュース、あとなんかもう1本ぐらい連続で出した、3週連続で出した。ウルトラソン。違います。そこら辺です、そこら辺の年代です、確か。あ、そうなんだ、はい、わかんないですね。ジュライかな、ジュライ。え、月の順番でいくと、メイ、ジュン、ジュライ。松本さんがここ奥入って撮ったってことは僕も入っていいんじゃないですか。うん、ダメだね。え、うん、松本さんはちゃんとお金払って許可もらってるから入れてるから。レベル的には同じぐらいなんですけどね、松本さんと僕。まあ100億人もファンいればな、松本さん超えてるからな。はい、ここで咲いたのは、うん、あと流浪剣士ね、はい、うん、あと暗殺教室、はいはい、あと勇者ヨシヒコ、ヨシヒコ、
よし、聞こえ、いいよ。好きなんですか。好き。見てないの。見てないですね。見てないの。映画だ。そこは見といてほしいね。うん。でもやっぱ監督さんたちが使いたがるのはよくわかるな。うん。もうだってスケール感がすごくいいじゃん。うん。この抜けとさ、この声が反射する感じもさ、多分綺麗に撮れるはずなんだよね、うん、うまいことエフェクトじゃないリバーブかけられるからさ、リアルな音になるわけだよ、うん、ああいいね、ここ俺だったらこの辺で撮りたいな。この奥行きがいい、めちゃくちゃパワーを感じますね。感じるね。刈谷って勝負の世界展。でもめちゃくちゃお前びっくりするぐらい今興味ない反応したね。ふんって。なるほどね。刈谷崎がこういう表現するんだ。僕は違いますよみたいな話。まあ、うん、いいでしょう。あ、はい。何これ。どうなってんのこれ。何がしたくてこんな穴開けちゃったの。なんかブルーで。まあおしゃれなんだろうな。何に使ったんだろうね。なんで穴開いてんの。水が滴ってますね。本当だ。え、なんか神秘的、上穴開いてるし、うん、天井に雨降ったら入りそう。そういうこと。それで溜まったってこと、うん、すごいね。これの用途は何だったんだろうね。エヴァンゲリオンみたいになってるけどさ。ああ、そうだったんですね。うん。リリースのね、いたとこみたいになってるよ。確かに。うん、エヴァンゲリオン、これ、インスピレーション得たのかもしれないですね。安野さんが。すごいな。そしたらすごい歴史的なとこよ、ここも。あ、これあれかな。これでサイズ決めてたのかな。で、この穴からなんかいろいろ機材ぶち込んで。はいはい。抜き取ってたのかな。すごいな。3代目 JSOUL BROTHERS の PV 桜で、アンドンが天井からぶら下がり桜吹雪が舞い上がる撮影をしたところです。宮川さん見てますか。ちょっと僕らの作品ここぜひ使いましょう。宮川さん誰ですか。僕の芝居の先輩。あ、知らない。通称宮地。知らないです。デコ宮地と言います。西田さんの待ち受けにされてたかもしかして。そう。俺の待ち受けの人、俺あの人愛してるから。広いですな。ね。おお、なんだこれは。はいはいはい。おお、なんか開けた。写真一覧になってる。撮影された作品の写真。順次見てません。はいよ。これなんだ。知らない。T.M. レボリューションっぽいけど。でれれん。教会ゾーンでの撮影、実際に炎を使用して撮影された写真。何の絵かわからないですね。ガロじゃない。ガロ。ガロこの敵じゃないか。下はJSOUL BROTHERS。あ、これね、桜吹雪があったやつね。はい、あ、すごい、アレクサンドロス。アレクサンドロス、お、いいね。あ、XJAPAN。 あ、なんてこった。すげえ、ソウルラブっすよ、これ。ソウルラブ、レここなんだ、うん、はぁ、はぁ、不意に心を奪えたってやつ。はい、次行こう。ジュジュ、はい、なんだこれ。チェッカーズのなんかどうなったの。え、てかグレーどこで歌ったんだろう、これ教会シーンゾーンだからここじゃないの。あとでちょっとソウルラブ歌いましたよ、うん、東方神起の来てるね、いろんな人来てるね、うん、本当にガラありましたよ。わ、本当だ。ガラ本当にあった。ガラー、うん、じゃあガロの撮影シーン、確かに魔界っぽい雰囲気出せそうだね、ここだった。勇者ヨシヒコはいいやつ、ね、
いいの？よしひこすごくいいじゃん。結構テンション上がるの？テンション上がる。リアル鬼ごっこ。ああ、はいはいはい。山田裕介さん？はい、うん、ライアーゲームファイナルステージどこだろうこれ。こんなシーンあったかな。あ、もうあれ、え、なんだろう、うん、思い出せない。映画見てるの、うん、刀剣乱舞。うん、飛んで埼玉。飛んで加藤さん。あなた強いです、流浪に剣士。うわー、獅子王。へえ、ここ素敵なもんだって。コンサートここでやったんだ。これもがみもがちゃん来てます。もがみもがちゃん、ほんとだ。もがちゃん好き好き好き。初めて会いましたね。奇遇ですね。あ、車とかもね。BM 系。うん。車もかっこいいね。こういうとこあると。お、センスあるね。確かにこれここに車入れ、ど、車どうやって入れてんだろう。入れる場所があるのか。あるんじゃないかな。すごいですね。うん。かっこいいね。これは僕はぜひ本当ソウルラブを歌いたいです。いいよ。いやいやいや、ここじゃないです。ちゃんと撮影したグレーが来たっていうところで歌いましょう。ああ、いいよ、分かった。いつか撮ってみようぜ。いや、今日撮りましょう。今日。あ、今日撮んの？当たり前でしょ。おい、じゃあ今日撮る。あとで。なんだ、ちゃんとセットとかも作ってやるのかと思ったら。いや、これ歌ったってところ撮りましょう。ああ、オッケーオッケー。 TM レボリューションとかもなんか来てそうな雰囲気ではあるけど。顔が追えそうなって言ってよりって。どこ撮ったんだよ。ねえ、何これ。これガラガ、あの名作ガラガ分かりましたね。これこちらでございますね。全く見えません。あ、ギリギリ見える。ここね、ここ。確かに、なんかガロガロ落ちたな。廃墟、廃墟、廃墟化した教会みたいな雰囲気。やっぱ結構高いのかな、ここ。そういえば全然関係ないですけど、お、昨日なんだっけ、僕が言った台、昨日じゃない、リングの人のマドマギだ。あ、マドマギ、うん、マギマギが打って、はん、アルティメットの セブンに当たったんですよ。はい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 。時短が99回つくやつあるね、はい、うん、あれで70まで僕変わったんですよ。あぶねえ、めっちゃ焦りましたよ。え、何なの、アルティメイトだったら時間終わんじゃねえと思って。怖っ、それ。怖いっすよね、何で当たって終わるって。うん、でもたまにいるよね、ツイッターで走り抜けちゃった人。え、何で当たってるんですか。うん、時短100を。え、たまに見かけるよ。たまに抜けど、うん、え、あれ抜けんだと思って。だって10だから、はん、ね、普通に8倍ハマるのできますもんね。うん、相当の確率だと思う。うん、7倍でハマるのか。なくはないですね、絶対ではないですね。そう、まあ、絶対ではないね。まあ、ほぼほぼだよね、うん、いや、来てよかった。そういや、運動不足の僕にはこの階段がきついよ。チンカーだよ、さだの。ヒーヒー言っちゃう。もう終わりか。終わりですね。到着です。はい、じゃあ、ゴールですか。到着でした。はい、ゴール、明るいとこ出てきた。よし、参った。
はい、おしまいと。いや結構歩いたな。20分ぐらいかな。ちょうどいいっすね。そんなんな。僕らが。ハイキングした感ある。あ、外のね。外こんな感じだからね。うん、すごいよ。なんか最後に一言。不意に心を奪った瞬間の。あ、出したー。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。